はい、ではここでリスナーの皆さんに、シャムネコ娘さん のちょっとした経歴もご紹介させていただければと思うんですけど、はい、シャムネコ娘さんの理科名義でも、はい、歌手活動をされてまして、2007年ゴシックロックバンドエレンのボーカル担当、はい、そして2008年音楽クリエイター鎌田康弘氏との出会いで音楽活動を始めて、2013年男女2人組ユニット、トーファム結成、はい、そして本格始動ということで、2014年7月21日にはデビューシングル白ヘビーをリリース。です、ね、失礼いたしました、もう一回言いますね。2014年7月21日に、ファーストシングルデビューシングルとして白蛇をリリースしたということで、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。読み方間違っちゃった。シャムネコ娘さんが、その、メンヘラ系というのを、打ち出して歌手活動されてるってことと、はい、あと、実体験をもとに、その歌に込めているっていうことなんですけど、はい、具体的にはどういったエピソードとかがあったりするんですか？そうですね。はい。生い立ちから結構複雑な、家庭で育ってるもので、はい。もともとその、バンドのボーカルの時代は、はい、こう自分がそういう病んでることとか、うん、全部伏せて、はい、そうなんですか。そうですね、なんかこうなんとなくダークな曲とか、はいはい、あとそのゴシック系な、ファッションもしてたし、はい、ちょっと闇っぽいみたいな感じではやってたんですけど、はい、あまりにもこういろいろ自分の経験談とか人に話すと、はい、もうそれを逆に売りにしたらいいんじゃないみたいな、素の自分っていうところですもんね。そうすると、そうですね、大事にしている、はい、昔ですね、はい、自分でブログでですね、はい、オーバードーズガールっていうふざけた、その自分ではかっこいいと思ってたんですけど、はい、ブログをもう名前も何にも全部違う名前で、はい、書き殴りみたいなことをやってて、はい、でそれでもう今日は何錠薬飲みましたとか、はい、イライラする他に男作ってやるとか、もう好き勝手書いてた時期があって、はい、それがですね、はい、なんかすごい閲覧数すごくなっちゃった時があってで怖くなって消して、
強くて、はい、なので、はい、今現在もですね、はい、ちょっと全然出会いとか恋愛がないんですけど、はい、なのでちょっと順番逆なんですけど、はい、歌書きたいんで失恋したいんですよ。なるほどですね。歌書きたいからその失恋経験。そうです、はい、恋愛したいというか失恋、やっぱ失恋ソング系がちょっと多いんで、はいはい、逆じゃないですか。でも、ね、体験があって歌にするとか、うんはい、最近本当に、はい、なくて、なんか言い方変なんですよ。ネタなくなってきて、はいはい、出し切っちゃうと、はい、アーティストとしてのなんか生命が絶たれる感じが、はいうん、なるほど。なのでその、はい、まあ猫ちゃんの歌で復帰して、はい、で次にその遡りまして、はい、初めて付き合った人の歌を、はい、最新の曲なんですけど、はい、出しまして。はい、次どうしようかなっていうね。じゃあその最新の曲をですね、はい、ここでリスナーさんに聴いていただければと思いますので、はい、曲振りをお願いいたします。はい、聴、はい、いてください。シャムネコ娘でボーダー。最新曲でボーダーでした。ありがとうございました。こちらの曲に込めた思いとか、はい、すっごいいっぱいあるんですけど、はいはい、ボーダーっていうのは、はい、もうこれ曲名が、病名が、自分の病名が曲名なんですよ。あ、そうなんですね。で、うん、ボーダーラインパーソナリティ障害、境界性人格障害っていう風に診断されまして、はいはい、でその初恋の歌っていうことで出したんですが、はい、まあ、この時はまだ診断をされてないんですが、はい、一番その症状が出てたというか、あ、うんうんうん、でそのこの歌に秘めた思いっていうのは、はい、なんかそのものすごくその一番最初に付き合った彼氏のことが、はい、今となってもなんですけど、はい、忘れられないからすごく好きだったんですよ。あ、でもうそれでその多分その人もまあ、私のこのその記憶の中ではなんですけど、はい、愛し合ってたはずなんですけど、はい、その不安が強かったりとか、はい、その両思いなのにこう自分でぶっ壊しちゃったみたいな、あ、そういった経験が、はい、そのメンヘラの人じゃなくても、うん、そのなんかこう病んじゃうみたいな、うん、なんか誰しもが、はい、なんかこう狂うほどに人を好きになった時に、はい、そういったその私みたいな状態になるんじゃないかなっていう、はい、気持ちも込めて、はいはい、でそのボーダーっていうものは、まあ、その実際にボーダーラインの方に向けてもだし、はい、そうじゃない人もしかしその好きになりすぎるとなんかこう地雷じゃないですけどやらかして、はいはい、せっかくうまくいってるものをなんかぶち壊して、はい、うまくいかなくていうかその壊してしまうみたいな、はい、で自分もそういう風に初めとひどいこう黒歴史というかやらかしちゃったのもあって、はい、その病気と恋愛をこう掛け合わせた歌といいますか、はい、なのでそのメンヘラじゃない方にも、はい、誰しもがこうなるんじゃないかなっていう気持ちを
込めた曲なので、はい、ぜひ聴いていただければと思います。はい、ありがとうございます。恋の痛みを知ってる方だったら、はい、分かるんじゃないかなと。そうですね。店長分かります？恋の痛み。痛みしかないね。痛みしかないよ。でもやっぱこういう風に、うん、自分の実体験で、うん、本当の言葉で思ったことを、うん、真実をね、うん、歌ってくれたり語ってくれる人の言葉ってやっぱ刺さるんですよね。そうですね。どういう媒体でもいいんですよ、うん、すごく刺さるので、はい、ありがとうございます。嬉しい。じゃあ店長が入れてくれたココアで温ま、はい、温まりました。生ぬるい。生ぬるいココアで。それも恋愛かもしれない。そうですよね。リアルリアル。シャムネコ娘さんの、はい、お知らせをここでお願いいたします。はい、はい、5月27日日曜日秋葉原ですね、はい、ライブガレージ秋田犬というライブハウスで、はい、先日ですね、大町明さんというシンガーソングライターの方と共演しまして、はい、その方の、まあ、ちょっと大町明超企画、はい、女遊びっていう、実際は女性ボーカルの、まあ、イベントにしていただいてて、はい、そこにゲスト出演をするという感じなんですけども、はい、かなりこう、ファンキーなお方で、はい、女遊び全員脱がしてやるよっていうイベントですね、はい、実際は多分脱がないあのね、ダンサーの頃の ねシャムネコさん出ちゃうんでね。そうですね。お魚持っていかないと。そうですよね、はい、知ってる人が逆に何この魚ってなっちゃうかもしれないですけど、はい、あとはですね、はい、で6月4日の日曜日、はい、とっておきの音楽祭りというですね、宮城県仙台市、私の地元なんですけども、はいはい、ここでですね、障害をこう持っている方と、はい、まあ、持ってない方も、はい、みんな違ってみんないいみたいな、大きなちょっとイベントでですね、はいはいはい、これをですね、自分は精神の障害部門で出演することになりまして、まあ、メンヘラシンガーということで、はいはい、なのでちょっとメンヘラぶりを発揮していこう存分に発揮して、はい、存分に発揮していこうと思います。はい、では6月18日日曜日ですね、はい、と神奈川県の海老名市のビナウォークという大型のショッピングモールなんですけど、はい、こちらで場違いなんですけど歌わせていただきます。はい、以上になります。シャムネコ娘さんのそういった情報は何か、はい、SNS とかで掴んでいけばよろしいですかね。はい、そうですね、はい、と Twitter、Instagram、TikTok、YouTube と全部ありますので、はい、シャムネコ娘でも検索していただければ、はい、出てくるかと思います。もうシャム、カタカナシャム、ネコ娘は漢字で、はい、多分被らないと思います。ちょこちょこ告知したり、はい、プライベートのことを、はい、くっそくだらないつぶやきが見れると思いますので、はい、見ていただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい、シャムネコ娘さんの曲とかも、はい、例えば YouTube とかで拝見できたりとか。はい、はい、そうですね。YouTube にミュージックビデオで、はい、公開してますんで、よろしければそのメンヘラのですね、はい、世界観をミュージックビデオで結構自分なりに凝ってまして、はい、見ていただけたら映像でも実感していただけるかなと思いますね。歌だけでなくその全て含めた世界観で、うん、そうですね、はい、ぜひメンヘラの方メンヘラじゃない方も、はい、なんか割とこの、その悲しい曲とか病んだ感じの曲好きとかっていう方、はい、もぜひ気に入っていただけるかなと思っております。ありがとうございます。ではちょっとお時間が来てしまいましたので、はい、最後にリスナーさんへ一言お願いいたします。はい、はい、もうメンヘラの方でも、はい、メンヘラじゃない方でも、はい、ぜひとも泣きたい夜に今日は泣くぞという日に、うんうんうん、ぜひ
シャム猫娘の歌を聴いていただければ幸いです。ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストは歌手のシャム猫娘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ここは夜な夜な素敵なアーティストさんたちが、ここは夜な夜な素敵なアーティストさん、ごめんなさいアーティストさんたちが言えない、ここは素敵やばい、伊藤さんが喜びます。いただきになってる。あれおかしい、おかしいな。すいません、ここは夜な夜な素敵なアーティストさんたちが集う。間違いない。あーごめん。ただいまの番組は制作有機事務所グループ、脚本演出銀蔵、キャスティング協力松岡俊、台本協力オンラインライターズクラブ、以上でお送りいたしました。さて夜も更けてまいりました。今夜も皆さんに楽しい夢が訪れますように。それでは。